ささんどうぞよろしししくお願いしますお願願いいまますす、えー、て NATO 加盟国ポーランドに着弾したミサイル、えー、ウクライナ側が発射した迎撃ミサイルだったのかということなんですけれども改めて場所なんですけれども、えー、これがウクライナです首都キーウはこちらで西部にリビウという都市がありますけれども、えー、隣がポーランドですね。で プシェボドフというこの街なんですけども国境付近、ですこの部分を拡大しますとこのようになるんですけどもウクライナがあってこっち側がポーランドですね、ポシェボドフは、えー、この国境からおよそ8キロというところでここに2発着弾したということです。えー、2人の方が命を落ととしていまますすす、えー、黒井さんによりますとですね ウクライナ側の迎撃ミサイルの可能性が高いというふうに見ていらっしゃいます、えー、アメリカのバイデン大統領昨日午前ですけども軌道から考えるとロシアから発射されたとは考えにくいというふうに発言しました外交上の配慮ですべては言わないんですけども着弾があった時点で、えー、ウクライナ側のものだと確信していたのではないかと見ています、えー、黒井さんもやはりこれはもうロシア側から発射された可能性は低いということですか そうですね、あのまあ、アメリカはです、ね、そういったそのミサイルの軌道、まあ、上空、空域をです、ね、監視していますので、えー、おそらくその事件が発生した時点で、おそらく分かっていいたと思います、うん、やはりあのこちらにも書いてるんですけども、ポーランド軍や米軍は、空域でこれレーダーや早期警戒機で常時監視をしている、これ、かなり正確に状況を把握しているのではないかということなんですね。 そうですね、あのポーランドはもちろんです、ね、そういった国境にレーダー、地上のレーダーありますし、あと、まあ、NATO とか米軍はです、ね、ドイツをきちんしてです、ねまあ、空中、まあ、空飛ぶレーダーというような早期警戒機というものを、常にこの国境エリアで監視していますので、かなり正確に分かったと思いますでこれ、NATO 軍の早期警戒機ですけれどもあの、過去に三沢さん、取材されたことがあるという、はい、今、倉井さんおっしゃったように、外連キルヘンという所に NATO の基地がありまして、はい、ここから AWACS という早期警戒機を挙げてるんですね。 で実際に私、2013年これ同行して乗りました、うん、中に入ると、まあ、NATO の隊員がいてですね常時、こういう形で14ぐらいモニターがあって<ー>地上を落ちッチ、ね、これバルト海あたり取撮っているものですけど、すべ<ー>ての艦船だとか飛行機、<ー>ミサイルこういったものをすべてレーダーで探索、把握することが可能なんですね<ー>ですから、まあ、こういった英ワクソ上空に飛ばすとかなり地上の情報あるいは飛んでいるミサイルの状況そういったものを把握することができると。 これ nato の a ワックスという早期警戒機です<ー>、はい。黒井さん、まあ、こういった形でも、常に監視をしている状態なわけですか。そうですね。あの、まあ、特に、そのポーランドとウクライナの、まあ、国境エリアって、一番、あの、まあ、なんとうか、微妙なエリアですから。うん、まあ、常時二十四時間体制だと思います。はい。 そしてアメリカのバイデン大統領なんですけれども早期に情報をつかんでいたことを示す必要があるいち早くコメントを出した、だからまあ後出しにすると色々と黒井さん、具合が悪いといととうことなんですかねねそうです、ね、ですすからアメリカの大統領にもうあの事件発生直後にそういった情報が来ているはずですから、うん、まあそれはあの今、隠しても後々分かることですので、ねうん、まあアメリカの大統領としてまだあの断定はしないという形で配慮はしてますけれども、まあ、ある程度情報を出したということだと思います。はい、で実際に 何が起きたんでしょうかということなんですけどもウクライナ側の防空システム S300 が制御不能になって着弾してしまったのではないかということですこれがその S300 というシステム、うん、ロシア製の防空システムウクライナ軍も使っていますよとで、この S300 の迎撃成功率は決して低くはないまあ、かなり高性能であるだからロシアは制空権を取れていないという現実もありますただし100発100中ではない ウクライナ軍のツイッターによりますと今日もおよそ90発のミサイルが飛んできたが70発を迎撃した70発を迎撃したのはすごいんだけどもう20発はじゃあどうなったのかというところはわからないんですけども黒井さん、この辺りこの S300 という、まあ、このシステムですねこれがやっっぱりちょっとこう,うまく あの起動しなかったといまあおそらくですね、えーまあ、この日、100発以上のミサイルがです、ね、飛んできてます、まあ、そこの、まあ、撃った S300 の拠点からはです、ねまあ、半径おそらく100キロ、150キロの範囲なんですけれども、まあ、多数が飛んできた場合に、多数を一斉に発射しなきゃいけないということが起きて、まあ、そういう場合に、声援不能になった可能性があるのかなと思うんですねこれは要するに、迎撃失敗して、この S300 の要するに弾が。 ポーランドに落ちていったのか飛んでいったのか、それとも迎撃してその迎撃された破片といいますか、そのミサイルが落ちてきたのか、そのあたりはどうなんでしょうか。はい、あのおそらくですね、そのまあ着弾地点に大きなクレーター地面に穴が開いてましたんで、えー、おそらくそのまあ着弾して爆発したんだと思います。あ、S300 の要するに弾頭が飛んでいって着弾した可能性が高いと。三沢さんどう見ますか。この S300 ですね。あ,あのモルドバなんかにもその。 S300 迎撃して、えー、ロ,シアロシアのミサイルが破片が落ちてきて、うんえー、屋根が損傷したというケースもありましたけど実際に S300 ってあのエトロフ島にも配備されているという話があって<ー>政府関係者に話を聞くとやっぱりもし有事の場合航空部隊をこう展開させるのに S300 があるとやっぱり怖いよねという話は聞いたことがありますので、うん、やはり精度はかなり高いというふうに自衛隊も見ていると思いますね。ね まあ、事件発生直後に、えー、ゼレンスキー大統領が断言するようなことを言っているロシアです、はい、ということですね、それはちょっと潔みがしちゃったと思います、うん、ただその後情報が入ってきてますので、えーまあ、多少その、まあ、最終的な結論を待とうというふうに態度が変わってきてますね、うん、ただ、ゼレンスキーさんの話によると、要は空軍からです、ね、自分のもとにはあ、自分たちではあとは確認されていないというような情報だということで、まあ、それをまあ信じるしかないという、今の彼の立場でですね、うん、なののおそらくその現場の部隊もですね。 制御不でどっかに行ってしまったんだとは思うんですけれども、それがポーランド側に行ったという確認が取れてない可能性があると思います。なるほど。一方、こんな動きもあります。平和に向けた動きとなるんでしょうか。アメリカとロシアの情報機関トップが、実は会談をしていたというお話です。アメリカ CIA はバーンズ長官、そしてロシアの SVR はナルイシキン長官です。二人の会談が十四日、トルコで行われました。で、バーンズ長官は。 ウクライナ侵攻の解決に向けた交渉ではなく核兵器を使用した場合にどのような結果がもたらされるかについてメッセージを伝えた、まあ、これだけ見るといやロシアがもし核兵器使用したら大変なことになりますよというくう釘を刺しているようにも見えます、うんえー、黒井さんによりますと核戦争を避けるチャンネルがまだ機能しているということでポジティブにこれを捉えていらっしゃるということですね。黒井さん はいあのまあ、一時期です、ね、そのプーチン大統領の核兵器を使うんじゃないかという,うな観測が世界中、流れまして、ね、緊張高まりました、なのでそれに対してです、ね、両国、特にアメリカとロシアは核戦争は望んでませんから最終的な、まあ、いわゆるその対話チャンネルをなんとか生かしておこうということで、まあ、軍の交換ではなくて今回、両方のスパイ組織のトップですねで,ですからこういう人たちが会うということは <laughs> いわゆる両サイドの大統領の、まあ、言ってみれば特使、大統領特使のような形で まあ腹を割った話をしたということだと思います。あの今まではこういったまあメッセージ伝えてもロシア割とその反発してくるということが多かったように思うんですけども、今回はどう思われますか、黒井さん。 あの今回というのは、の両者の会談です、ね、あ両者の会談に関してはです、ね、ね、むしろあのロシア側がおそらく望んでます、やはりその核戦争みたいなものに突入するというのは、ロシアの方も今、あそういうふうに望んでないというようなメッセージを、まあ、先週ぐらいから盛んに出してるんですね、それを使わずに、なんとかなと t アメリカ側とことを荒立てないうちに、まあ、ウクライナをある種支配したいというのが、まあ、ロシアの本音ですから、そういう意味ではロシア ロシア側がこういったチャンネルを今、必要としているということですね。ということは、まあ、ロシアも,もうできるだけやっぱり早く落としどころ見つけたいという、そういうことな落としどころというか、その核の,あの戦いという話には持ってかずに、うん、なんとかアメリカにウクライナから手を引いてほしいという、まあ、ことなんで、まあ、平和に向けた動きというのはまだちょっと時期尚早なんですけれども、ど最悪の事態に関しては、両サイドとも一応、ブレーキをかけたいという、うん、まあ意向はあります。